平島川から見た様子。廃線前には橋の向こうに東青山駅のホームが小さく見えていた。東青山駅はかつて新潟県新潟市青山2丁目にあった新潟交通電車線の駅。関屋大橋に沈めの築堤上にあった短式ホーム一面一線の無人駅。ホーム上には雨よけ用の小さな上屋が設けられており、ベンチが置かれていた。 券売機、トイレなどは設置されていなかった。電車線北西側の青山道下、交差点向かい側に1979年、開店したジャスコ新潟店への来店需要を考慮し、利用客開拓のため新設された。青山駅駅周辺も合わせて参照のこと。駅シャート周辺には、新潟交通グループのバス停留所が設けられている。イオン。 新潟青山店の青山道下交差点角に、所在する青山停留所は、BRT 路線、万台橋ラインと、西区、南区各方面の路線の結節点となっている。詳細は、イオン、新潟青山ショッピングセンター青山バス停を、参照。駅舎とそばの青山道下古道橋南側に、所在する東青山停留所は、新潟駅。 青山発着の路線のうち、昇進線と、王の、白根線、三方線の三両線が発着している。廃線以来、付近の築堤や新潟県道42号、新潟黒崎インター線に仮設された青山、道下古道橋はほぼ廃線時のまま損置されているが、築堤に設けられた階段など、当時の駅舎の設備は全て撤去され、その後は長年雑草に覆われていた。 新潟市では2010年度から配線時期を活用した自転車歩行者専用道路、新潟市道西後の270号線の整備を進めており、県道と地区定上の自歩道と連絡する階段の新設や歩道橋の補強などを実施し、2012年秋に付近の整備を完了した。前述の JR 青山駅は、当駅の北西約400メートルの位置にある。 だが距離がある上に、徒歩経路が分かりにくく、また両者とも乗り換えに関する案内は、特に行っていなかったため、両船間の乗り換えに使用する利用者は、ほとんどいなかった。ありがとうございます。